科学と社会の接点みたいなものを扱っておりますので、人によってはこれそれは科学じゃないよと、科学のショーウィンドウにあるのって書きますけど、私が自分の作品をショーウィンドウに飾るんでしたらば、やっぱり、社会との接点も言いますね。例えば新幹線を走らせるときに車軸に問題があれば、この新幹線は走りますよと、だけど10年に1遍ぐらい車軸が折れて100人か200人死ぬことになりますっていうことはやっぱり言うべきだと思うんですね。それはある意味でやっぱり科学であり、ある意味で科学が社会に及ぼす影響でもあるんですね。ですからゴミを収集するときに毎日、できれば毎日収集してほしいと。それは人間にとって、ゴミというのは必ず発生するものであるとかですね。それから家庭の生ゴミなんかは、日本のように高温多湿な国ではですね、やっぱり腐ってそれが健康を害したりですね、匂いがしたりしますので、やっぱり科学的に考えればゴミはできるだけ毎日のように収集することが大切だっていうことは、私は科学的に言っていいことだと思っております。今日はペットボトルの闇なんですけども、ペットボトルは実質的には再利用できないんです。この再利用できない理由はもう科学的にはっきりしておりまして、ペットボトルっていうのはテレフタル酸とエチレングリコールを縮合させてですね、非常に高純度でなければダメなんですね。だからテレフタル酸は 99.99%、 49のテレフタル酸を使わなきゃいけないんです。これがリサイクルできない主な理由なんですね。そしてまあペットボトルを飲むと、するともう一つ再リサイクルできない理由がエントロピーの増大の問題なんですね。エントロピーの増大っていうのは言葉で聞いた方が随分多いと思うんですけれども、実質的に何を意味しているかよくわからないんですね。ペットボトルはですね、製造した瞬間は、製品としての品質は、非常にエントロピーが下がっているんです。それは家庭にいても低いエントロピーなんです。ところがですね、あと分散のエントロピーっていうのがあって、それは工場にあるときはペットボトルのエントロピーは非常に低いんですけれども、各家庭で飲んだ後の空のペットボトルっていうのはものすごくエントロピーが高いんですよ。ですからこれを利用するってことはもうできないんですね。エントロピーの非常に高いものっていうのは、資源としては利用できないんです。もうこれはですね、科学的原理であって思想の問題ではないんですね。まあ、これを別の言葉で言えば、そのエントロピーが非常に高いペットボトルというのは再利用できないという学問的な難しいことをですね、優しく言えば、空のペットボトルを運ぼうと思うと、ペットボトルを作るための石油よりか3倍以上の燃料がいるっていう、石油の燃料がいるって言ってもいいんですけどね、どっち言ってもいいんですけども、これは私たち科学者ではエントロピーで計算するんですね。普通の人はエントロピーで計算できないんで、感覚とか値段で計算せざるを得ないんですけれども、それから経済学者の人なんかはやっぱりエントロピー計算できないんでですね、なんか変なことやってるんですよ。だけどそれは科学、自分が科学で計算ができないだけですね。計算できない人はやっぱり計算やめた方がいいんですよ。だってですね、経済学者がですね、飛行機の設計なんかしたら飛行機必ず落ちるんですよ、墜落するんですね。ですから自分にできないことはやめた方がいいんですよ。意見も言わない方がいいんですね。でもう一つはですね、さっきテレフタル酸が 99.99% って言いましたけれども、ペットボトルは非常に高純度が要求されるんです。ところが回収したペットボトルっていうのは高純度にできないんですよ。なぜできないかと、例えばペットボトルを崩しますね。そうすると少しは紙もついてくるんですよ。だからペットボトルの中にチューインガムなんか入れたりですね、タバコの灰が入ってたりもするんですよ。それからペットボトルに非常に似てて簡単に洗ったんでは取れないような油が中に入っている場合もあるんですね。厄介なのは固形物なんですね。目に見えないような固形物でも、ちっちゃな固形物があるとやっぱりそこから回収したペットボトルの材料、ポリエチレンテレフタレートっていうんですけど、それはもう不純物がいっぱい入ってるからやっぱりダメなんですよ。もちろんボトルにもできないんです。昔これを中国でですね、日本の闇業者が中国に流してて、中国で
そのペットボトルの原料をもう一回溶かして防寒用の綿にしてたんですね。綿としては一応使用できるんですよ。だけどもやっぱり日本なんかでは使用できないんです。なんでかってやっぱ品質が低くて、ちょっとやっぱり不純物が入ってるんで、それを水を吸収するんですね。そうすると保温のためにキルティングなんかの中に入れたペットボトルから、再生したペットボトルから入れた綿が湿るんですよ。だから日本なんかではもう利用できないんですね。よっぽどの粗悪品として利用できるんです。しかし利権がありましてね、科学と反することを言う人が多いんですよ。例えばペットボトルだって再生できる、一回壊せばいいんだ。確かにポリエチレンテレフタレ、ペットボトルからポリエチレンテレフタレートを取り出し、ポリエチレンテレフタレートそのものなんですけど、それを加水分解して元のテレフタル酸とエチレングリコールにし、それをさらに精製すればできるんですけど、そんなことしたらものすごくお金が高くなるというか、資源を使ってしまうわけですね。ですからもう全然そういうことは不適切なことなんですが、それで今ペットボトルなんか再生してません、再生してませんけど、リサイクルの体制を作るために、それとも国民を困らせて分別させるために 0.1% とか非常にわずかな量をリサイクルして、リサイクルしてるじゃないかと、こういうわけですね。じゃあリサイクル率は 60% あるじゃないか、あれ嘘なんですよ。リサイクルしてる量じゃないんです。リサイクルするという建前で集めた量なんですね。でリサイクルするという建前で集めた量をリサイクル率というんですよ。でこれは法律でそう決めてあるんです。なぜ法律でそういうふうに決めてあるかって言ったら、法律を作るときからもうリサイクルできないこと分かってたもんですから、科学的には。だからリサイクルした量をリサイクルするって決めると 0.1% になっちゃうんで、リサイクルする目的で集めた量をリサイクル率とするっていうふうに決めたんですね。だからこれは言ってみれば国民を騙す一つの手段だったわけですね。ただ私はここで言いたいのはですね、この科学の間違いを、ペットボトルの闇を知った人が市役所に文句言いに行くってのはちょっとね、見当外れになっちゃうんですよ。実は市役所というか市町村長みたいな自治体はですね、環境派に振り回されてるんですよ。で環境派の人ってね、結構インテリが多いんですよ、大学の先生とか。だから自治体もあんまりそれに対して反論するっていうこともできないんですね。やっぱり社会全体が科学の原理、少なくともですね、ポリエチレンテレフタレートとか、それからテレフタル酸の純度は 99.99 とか、そういうエントロピーの増大の法則とか、エントロピーの計算とか、そういう科学の原理を理解していなかったらですね、やっぱり自分の思想だけが先に立っちゃうんですよ。その人を痛めつける大量生産大量消費は悪いことだから、働いてる女性にね、苦痛を味わわせなきゃいけないって、そうなっちゃうんですよ。私がこういうこと言うと思い出すのはですね、今からそうですね15年ぐらい前に国の委員会に出てる時にですね、ある指導的な先生が委員会でこう言われましたよ。武田先生、そんなに分別とかリサイクルに反対しなくていいんですよ。どうせ女性や老人は暇なんだから、やらしときゃいいんですよ。彼らはやることがないんですから、別にそんなにノーリスとかそういうこと言わなくていいんですよって、こう言われたことをもちろんもう忘れもしないですね。まあ何だったら、その先生のお名前を言ってもいいぐらいですよ。ね、だけど、まあね、そういうことで、やっぱり、その先生は確かリサイクルで8億くらいの金をもらってたような、2億だったかな、もらってたような感じがするんですけどね。だから本当に科学的に純粋にペットボトルというものを考え、それが本当にペットボトルというのは非常に良かったんですよ。例えばペットボトルが進んで、お茶が進んだことによってですね、女性はお茶組から、お茶組という仕事からほぼ解放されたんですよ。みんながペットボトル持ってきたら各自が飲むと、まあ、いうことで、随分女性の仕事も高度になりました。そういうことがあるんですね。アルミ缶のビールもそうですね。今までそのアルミ缶のビールができるまでは、独身女性なんかなかなかアパートでマンションでビールを楽しむとこできなかったんですよ。だって酒屋に1ケース持ってきてもらって玄関の前に置いてあるわけですから、後ろ指さされるんですよ。しかしアルミ缶のビールができたことによって、女性が仕事の帰りにスーパーで
ビールのアルミ缶を少し買ってきて、それを楽しむってこともできるようになった。環境っていうのはそういうことを言うんであってですね、物だけ大切にして人生が壊れるような、そういう環境は環境とは言えないと私は思います。